皆さんこんにちは。コツマンクトメツキプロデューサーの西ヶ谷翼です。この番組はですね、Wii U ソフトなどでおなじみの、アイソメトリックアンダーカロテクサスで、コツマンクトメツを使っていただくユーザーに向けてお送りするダイエット相談番組です。今回は記念すべき第35回目の放送です。この番組のメインパーソナリティを紹介したいと思います。池田接骨院院長、池田俊之先生です。こんにちは。コツマンクトメツの開発と監修を行いました池田俊之です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。よろしく。はい、ですね、それではですね、前回からの続きですね、はい、今回も枕を、テーマにお送りするんですが、枕の勉強、2回目ですね。テーマその1、正しい熱水、熱水と体の歪み他ですね、はい、では、じゃあ正しい熱水って決まっているのか。はい、はい、答えはですね、まあ、はっきり言って決まってないですね。決まってないです、はい。正しい熱水はですね、その個人個人によって違います。例えばですね、こういびきで悩んでる人、はい、例えば腰の悪い人、はい、まあまあ急性期ですね、はい、ぎっくり腰とか変になってですね、ええ、あとこう心臓が悪くて、まあ、太ってる人、はい、こういう人はなかなかこう仰向きで寝ると苦しくなっちゃうんですね。横向きではないんですね。だからあえてその、はい、いびきの方なんかですと仰向けになりにくいような枕っていうのもあります。ただしですね、理想の熱水、避けた方がいい悪い中心性というのはあります、はい、そういう概念は成り立つと言えます、はいはい、じゃあ、問題の熱水その1ですね。これはよく若い、まあ、ええ、特に 女性が多いのかな、はい、まあ、多いですね。こ うつ伏せ、はい、踊り寝ですね、はい、この子の寝相が悪いねっていう感じの、こう本当に、はい、うつ伏せになって寝て踊ってるようなあ感じの、まあ、この家のような感じの、はいはい、熱性ですね。なるほど、はい、あとこう うつ伏せじゃないと寝れないっていう人も結構いますよね、あ、そうですね、はい、で中でもこういうこう激しい踊っているような寝方ですね、はいはい、でこのような寝方をするとどういう課題があるのか、悪影響があるのか、はい、まず、歪みが、ね、3つ作用しますね、はい、まずは顔です、はい、顔、まあ、顎ですね、顎にこうスライドされるような、負荷が一晩中かかりますね、はい、まあ、あの、はい、ね、この顎内障とか、はい、そういうのの原因になったり、顔が歪んだりとか、そういうことにもなると思います、あとこの首の回旋ねじれですね、首、あの、ちょっとあの、あといつも同じ方向に首をねじって寝る傾向なんですね、なるほど、そのせいでですね、片方がよくあの感覚が鈍いとか、いわゆるあの軽くしびれてるような状態になっている人は割といるんですね。なるほど、だから半身がこう感覚がおかしいのよと聞いてみると、こういう熱性をしている人が結構います。これはちょっとやっぱりあの要改善というか、何としてもこう改善しなくちゃいけない、まあ、熱性ですね。もう一つはその、まあ、骨盤の歪みですね、うつ伏せで寝る人っていうのは気をつけしては寝ないですね、大体こう片方の足を曲げて、あ、そうですね、はい、これもあの寝てる間中、その骨盤に、まあ、回旋のその歪みストレスがかかり続けます。なるほど。実際3箇所こうやって歪んでます。そうですね。はい。そうですね。はい。OK。はい。その結果としてですね、じゃ何が問題があるかと言いますと、顎内障とか、はい、この首の先がしびれとか、はい、あるいはこの骨盤が歪むことで、はい、まあ、さまざまな健康課題が出てきます。はい、不健康になる。
ってことです。はい、はい、笑い事じゃないですね。はい、すみません。はい、問題熱性の2ですね。はい、こうあの横向きでの丸まり目です。はい、これはまああのなんとこう年配の方に問題になってくるんですけども、あ、そうなんですか。はい、まああの若い子でもやっぱあの猫背とかですね、はい、そういうのに関係しますのでちょっと考えてみましょう。はい、3つのですねこう丸々癖ですよね、はい、丸々癖がこうベテランでずっと作用しますね。なるほど。1つはこう背中部分が、まあ、丸まった状態ですね。はい、もう1つは股関節を屈曲してますね。はい、股関節からですね。もう1つはあの膝関節を、まあ、深く折ると。ああ、こういう感じで深く折る。軽く折るのは、まあそう、軽く折るにはなんですけど、こう本当に丸まった状態になってます、ね。あ、こういう、キュッと。はい、じゃあこのようなあ熱性のが続くと、どうなるか。どうなるんですか。はい、ですね。はい、膝がですね、こうピンと伸びなくなりますね。ああ、はい、そうですね。膝が伸びなくなって、そのために、体型が、まあ、老化します。ああ、いわゆるこうお猿さんといいますか、お辞儀体型といいますか。はいはいはい。この番組でも何度か取り上げてますけども、その要はこう曲がってる状態、ね。そうですね。こっちの手のように。そうですね。はい、これって今いろいろこれはこの腸腰筋ですよね、はい、これが働くなった、はい、働くなくなって、まあ、つまずいて転びやすくなるとか、なるほど、そのいろんな課題が出てきますね。はい、だからそのずっとこう、ね、朝起きるとよくこう膝が伸びにくい、はい、そういうふうにこう訴える年配の方、はい、またこう膝を怪我したことのあるような人たちですね、私はそういうような思いをしている人たちがいます。でそれをこう、まあ頓着にこう丸まって寝てるとそれがどんどん悪化すると。あ、はいね、はい、そしてですね、はい、それでは理想の熱水とは何ぞや、はい、答えはですねズバリこう仰向け寝を意識した熱水ですね、はい、仰向け寝を、まあ、意識したが中心にしたですね、はい、就寝中はですね、どうしてもこう何度か寝返りを打つことはこれしょうがないですね。はい、あのそれはまあ自然のことであって、むしろですね、その例えば一箇所にこう圧迫が加わったりとか、またあのリンパであればそれが打ったりしないためにも、はい、まあ、重要なことなんですね。寝返りを打つことは、ね、寝返りを打つことはまあ自然なことだし、はい、ただですね、はい、ただあの心がけとして仰向けを意識することはとても大事なんですね。あ、なるほど。仰向け寝で寝ようと、あ、そうです。例えば目が覚めた時とか、あ、なるだけそういうのを意識する、なるだけ長時間仰向け寝の体勢を取ろうと。なるほど。それがだからさっき言ったようにその体が止まない、はい、正しい位置に、ね、なる、まあ、大事な要素なんですね。なるほど。まあ、少なくともあのさっきのうつ伏せ寝のお題寝は、まあ、やめましょう。やめます。今すぐやめてくださいと。手がしびれたりこう大変なことになりますよと。なんで、あ、まあ仰向けにこうやってね、まあ仰向けに寝やすい枕を、まあ、そうそうですね、選ばなきゃいけない、ね、はい、初心者の環境を作ってですね。なるほど。それが体が歪まない。これはだんだん、僕はもう昔からずっと唱えてたんですけども、だんだん浸透してきましてですね、多くのその医療関係者とかがやっぱ仰向けに寝の方が体にとって負担が少ない、歪まないとかそういうことでいいと、インターネットの中で調べても、またそういう意見に流れてきてます。なるほど。はい。はい、続きましてですね。はい。じゃあ、仰向け寝がいいっていうのは、まあ、説明の通りですけども、はい、仰向け寝になりにくい要因っていうのは何じゃ、はい、ということをちょっと絶対考えてみたいと思います。まず一つには、まあ、膝の変形ですね。はいはい。膝の変形とか、まあ、膝の怪我、例えばあの半月板の痛みだとか、そういうスポーツで膝を痛めたとかってなると、どうしてもですね、こう膝がこうピンと伸びなくなってるんですね。あ、隙間ができなかったんで、はい、まあこの図でも膝が曲がってますよね。ああ、そうですね、はい、こうなるとですね、こういう懸念を見たときに膝っていうのはこう自然に外側に倒れちゃうんですね。
ああ、そうなんですね。はい、まっすぐ保つのは、ずっと筋肉が緊張してなくちゃいけないので、自然にこう外側に倒れちゃうんです。はい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 、そうしますと、その膝の内側の方にですね、ねじれのストレスがかかるんですね。ねじれ圧迫が。この感じですか。そうです、ね、この、はい、赤い部分ですね、はい、赤い部分にねじれの、はい、そういうストレスがかかるんですね。ぐっという。そうです、そうです。はい、この那覇の子を寝て、膝を曲げて寝てみると分かると思うんですけども、だんだんこう、膝の内側が落ち着かなくなってきます。なるほど。はい、また、片方だけでねじれ出ますと、腰にもこうやっぱねじれがきますね。そうですね。片方の膝だけがこう倒れましたね。なるほど、なるほど。はい、で、腰やら膝が落ち着かないと。そのために、自然と横向きになってしまう。なるほど。だんだん丸まってしまうと。はい、まあ、そういうことが一つです。なるほど。はい、でもう一つは、はい、背中の問題ですね。こうこう背中が丸くなってきますとですね、仰向けで寝たときに肩が上に上がりますよね。はい、肩が上に上がって、曲がってますね。はい、あと背中が丸いので、こうゆっとですね、まあ、とことですね、その、肩とか首の間に隙間ができちゃう、ね。隙間ができちゃってますね。はい、この椅子つくのがね。そうです、そうです。こういう隙間ができちゃうんですね。はい、これによって、仰向けになったときに、まあ、こう、落ち着かないと。はい。そのために、横になりたくなっちゃう。なるほど。そういうことになります。はい。はい。それで、また、そう、まあ、そういう結果ですね。そういう丸まりを続けてますと、はい、こういうお年寄り体型になると。なるほど。はい。これを何とかしましょうと。何とかしましょう。はい。はい、だから若い子もそういう猫背の人なんかもそうですよね。はい、なるほど。はい、まあ、そういうエクササイズだけじゃなくて、終身体制とかも意識すると、エクササイズ効果が高まりますね。はい。それでは、枕の工夫、サポートはどうしたらいいかと。はい、私の答えはですね、そうですね。お母さんのですね、こう懐に抱かれているような感じの優しいこう使用感の、まあ、就寝環境ですね。はい、こう体にハンデのある人っていうのは、はい、もう生まれたてのこう赤ちゃんと同じように考えるといいんですね。はい、だからこう体が硬くて、身の置き場がないとか、はい、いろいろそういうことですので、優しく抱きかかえるような就寝環境を作ってあげると、とてもこう安らぎます。なるほど。で、仰向けができるようになります。はい。じゃあそのためにはどうしたらいいか。どうしたらいいですか。はい。具体的な対策は。対策は。はい。はい。ですね。じゃん。はい、床と肩や首の隙間を埋める。はい。なおかつ、はい、膝のねじれを解消し。あげることですね。なるほど。まあ、さっき言ったその課題、2つの課題、上半身と下半身の課題を解消してあげる、はい、解消してあげる、はい、これどっちがかけてもダメなんです。ああ、そうなんですか。そうですね。初めて両方解消してあげないと、首肩周りがきつくても、膝周りがきつくても、どっち一つでもきつければ自然に横向きになっちゃいます。なるほど。両方解決しないと意味ない。はい、だからお母さんがこう抱きかかえるような優しいイメージなんですね。ああ、なるほど。そうですね。はい、これを私はこう、まあ、ユーミンシステム、優しい眠りのシステムと呼んで、はい、製品を開発しております。はい、つまり、さっきも、はい、教えてもらった、そうですね、タオルとか、そういうふうに枕とか、はい、これはそうですね、膝をサポートする。サポートしてあげる。クッションですね。クッションを入れてあげるだけで、そうです。ちょっと抱きかかられたりな感じですよね。ああ、なるほど。優しい。はい。体全体を優しく支えているんだ。はい。はい。というイメージですね。なるほど。イメージと言いますか、実際にまあ、私、セロ現場の方で活用してまして、大きな成果を上げています。はい。はい。ありがとうございます。大変参考になりました。はい。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。